出席議員63名であります。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。瀬間藤浩史君。皆さん、こんにちは。自由民主党広島県議会議員連盟の瀬間藤でございます。この度定例会で質問の機会をいただきました。中本議長、沖副議長、先輩同僚議員の皆様に心より感謝を申し上げます。またいつもの口上でございますが、私の元同僚建設交流会、砂防ボランティア協会、広島県設計測量設計協会の皆様が傍聴に来ていただいております。いつもご支援いただき誠にありがとうございます。それでは早速質問に入らせていただきます。黙ってください。広島県全体のデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の推進について2点伺います。県と市長が連携した DX 推進体制の構築につきまして、人口減少、少子高齢化が進んでおり、本県においては若者を中心とした転出超過という社会問題も直面しております。今後生産年齢人口の減少を受けて、地方公務員の定員不足が想定される中で、地方自治体の質の高い行政運営を実現するためには DX の推進が不可欠であると考えており、デジタル技術の活用により地方自治体の業務効率化を図り、より住民ニーズの高い施策に取り組んでいただき、いわゆる誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を目指していただきたいと思っております。全国でデジタル人材が不足する中、特に小規模な市町村の現場では、そもそもデジタル人材が周辺におらず、極めて少人数の職員のみで DX の取り組み全てを担うような状況にあるなど、 DX の推進について課題を抱えている団体も多くあります。課題を解決するためには、都道府県と市町村が連携した DX 推進体制を強化し、人材を確保していくことが重要とされております。そこで国が令和6年6月に閣議決定しましたデジタル社会の実現に向けた重点計画及び国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針では、令和7年中に全都道府県で DX 推進体制を構築し、市町村の求めるデジタル人材のプール機能等を確保できるよう、国も支援の強化を図っていくことは盛り込まれており、全国で地域 DX を推進していくため、都道府県においては市町村の取り組みを支援することができる推進体制の構築が求められております。こうした中、本県では県と市長が連携して広島県全体の DX を効果的に進めるため、県と市長との間で情報共有等を強化しつつ、デジタル人材を県市長共同で採用育成活用する枠組みとして、令和5年度からデジシップ広島の取り組みを開始されております。この取り組みは国が求める DX 推進体制であるとともに、県内市長が DX 推進についてかかる課題に対し非常に効果的であると考えております。そこで県と市長が連携した DX 推進体制の構築について、今後
広島県全体の DX のさらなる加速に向けて、デジタル人材のシェア制度の定着や推進して人材確保育成など、この取り組みをより一層推進していただきたいと考えますが、改めてデジシップ広島の取り組みの現状と課題、今後の展望について知事のご所見を伺います。2点目はデジタル技術を活用した建設産業の生産性向上について伺います。建設産業は住宅や商業施設の整備、社会仕様の整備を通じて県民生活経済活動を支える重要な役割を果たしております。特に中山間地域におきましては、経済と雇用を支える不可欠な存在であり、県民が安全で快適に公共インフラを利用できるよう、道路維持、また除雪など公共土木施設を適切に維持管理する重要な担い手であります。さらに平成30年7月豪雨などの災害発生時に地域に精通した建設事業者が危険を伴う現場の最前線において迅速な応急復興を担い、地域の守り手として人々の生活を守り、重要な役割も担っていただいております。しかし県内の建設業就業者数は平成7年の14万5千人から令和2年11万人となり、約 29% 減少するとともに、60歳以上の就業者数が全体の 25% となるなど、就業者数の減少と高齢化が進んでおります。今後は60歳以上の就業者の退職が進むと同時に、生産年齢の年齢人口の減少が人手不足の一層の拍車をかけることが予想されるなど、人口減少、少子高齢化の中で本県の建設産業を取り巻く環境は大きく変化しております。また今年4月から建設業においても、労働基準法による時間外労働上限規制が導入され、原則時間外労働は月45時間、年間365時間が上限となるなど、一人当たりの労働時間の削減が求められております。このような状況において、国は働き方改革、生産性向上、災害時の緊急対応の強化等を柱に、担い手三本の改正やデジタル技術の活用を推進しています。本県においても令和3年3月広島県建設ビジョン2021を策定し、地域の安全安心を維持する建設産業の実現に向けて、担い手確保と働き方改革や建設産業の生産性向上など4つの取り組みを掲げ推進しております。このうち担い手確保と働き方改革につきましては、適切な賃金水準の確保や休日の確保など、労働環境の改善による建設産業のイメージアップを図ることにより、若者に選ばれる建設産業を目指すこと、建設産業の生産性向上については、 AI などのデジタル技術の活用による建設産業構造の高度化、効率化、民間等で開発された優れた新技術などの活用によるライフサイクルコストの縮減などを図り、生産性向上を目指すこととされております。私はこれまでの取り組みの推進は、建設業における給与・休暇・希望の新 3K の実現、さらには若者から選ばれる建設業の実現に向け必要不可欠であると考えております。しかし人口減少、少子高齢化進み、生産年齢が人口全体減少する中において、建設産業の担い手確保育成にあたっては、中長期的な視点に立った取り組みを継続的に実施すべきものであることから、まずは建設産業の生産性向上をしっかりと進めていくとともに、業界のイメージアップにもつながるデジタル技術を活用した建設現場の高度化・効率化について積極的に取り組むべきと考えております。そこで建設業における人手不足対策として、
デジタル技術を活用した建設産業の生産性向上について、これまでの取り組みとその成果、また今後どのように取り組んでいくのか知事に伺います。質問の第2は、自然災害から命を守る取り組みの推進について伺います。その前に、今年1月1日に発生いたしました能登半島震災後、官民一体で復旧復興に努めてまいり、少しずつ光が見えてきた矢先に、この度の豪雨災害により大きな精神ダメージを受け、お見舞いの言葉も見つかりません。我々自然の前に無力であり、思い知らされました。ただただそれでも、ただただ早い復興復旧を祈るばかりでございます。それでは質問に入ります。1点目の質問は、防災教育のさらなる充実についてです。本県では近年自然災害の経験や教訓などを踏まえ、今年度から防災職の採用を開始し、防災に関する専門的な知識やスキルを有した職員の確保育成に着手されるなど、全国に先駆けて画期的な取り組みが開始されました。また能登半島地震において顕在化した課題も踏まえて、今回の9月補正予算におきまして、災害時に孤立集落との通信手段を確保するための衛星通信サービススターリンクの導入や、民間ドローンを活用した物資輸送の実証実験の実施に要する経費を計上されております。こうした前向きな取り組みは、県民の生命や財産を災害から守るためにも大変重要であると私は認識しております。引き続き国や市町関係機関と連携して、防災減災対策の充実強化に取り組んでいってほしいと思っております。一方で、県が継続的に力を入れて取り組んでいる事業として、防災教育があります。防災教育の有効性が改めて示された事例として、釜石の奇跡が有名であります。これは東京大学大学院片田俊孝特任教授が8年間にわたって岩手県釜石市の小中学生への防災教育と訓練を実施した結果、2011年3月11日の東日本大震災の際に、釜石宇野住まい地区の中学生たちが周囲の人に避難を呼びかけながら率先して高台に避難し、その地域のほとんどの小中学生が助かったという実話であり、今でも強く心に残っております。県では令和3年度から防災教育の取り組みとして、事前に自宅の災害リスクを確認し、避難先や避難するタイミング等を決めておくマイタイムラインを教材に、毎年県内の約150校の小学校等で防災出前講座を実施しておられます。さらに防災出前講座では、子どもたちに仮想空間を現実のように体感させる VR や砂防現場の見学会と組み合わせて、災害の危険性をリアルに感じてもらうような工夫や、砂防ボランティア協会と連携し、専門的な知識を有するボランティアの方々と一緒にハザードマップを作成するなど取り組みも行っていると聞いております。こうした取り組みは、子どもたちが自分の地域の災害リスクを正しく認識し、災害を自分ごととして捉え、こういう観点から大変有意義であり、講座内容の充実とともに、子どもたちが前向きに防災教育に取り組むことに対して大変有効であると考えております。また県では今年度から新たに中学生向けのデジタル防災
教材を展開しておられますが、東日本大震災の際に中学生の取った行動が地域の人たちを救ったように、広島県においても中学校においても防災教育を推進していくことも大変重要と考えております。そこで年々自然災害が激甚化し、南海トラフ地震発生のリスクも高まっている中で、防災教育の実効性をさらに高め、釜石の奇跡のようにいざという時の避難行動につなげる必要があります。県として子どもたちが前向きに防災教育に取り組むためにどのような工夫を凝らし、今後どのように展開していくのか知事に伺います。質問の第2は、災害リスクの高い区域の居住抑制についてであります。本県はその地形や地質の特性から、全国の中でも土砂災害に対して脆弱な立地にあることから、過去に幾度となく土砂災害による甚大な被害が発生してきたところであり、土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害特別警戒区域は約4万5000箇所と全国で最も多くなっております。平成26年8月豪雨、平成30年7月豪雨により発生した土砂災害では、多くの尊い人命や家屋など財産が奪われてきました。こうして繰り返される土砂災害の対策として、砂防堰堤や急傾斜地崩壊対策などのハード整備計画的に進めておられるとともに、適切な避難行動を取っていただくためのさまざまな取り組み、相当対策を含め、県庁一丸となって取り組まれているところであります。こうしたさまざまな防災政策の中で、県において取り組まれているものの一つとして、災害リスクの高い区域である土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンにおいて、住宅地などの新築を抑制することを目的に、市街地の形成を促す市街化区域から開発を抑制する市街化調整区域に編入する都市計画制度を活用した取り組みが行われております。この取り組みは県内全域で対象箇所が全部で約1万箇所と数多く存在しており、まずは市街化区域の周辺部にある低未利用地を対象に先行的に取り組みが進められております。将来的な目指す姿として、災害リスクの高い区域に居住する人が概ねいない、ゼロとなる状態を目指しておられます。こうした本県の取り組みは全国に先駆けて進められており、平成26年8月豪雨災害発生から今年10年という節目、各種報道がございましたが、その中でもこの都市計画制度を活用した防災対策が注目されています。一方で関係住民の中には、市街化調整区域になることによる資産価値の影響に不安を持ち、土地の利活用が難しくなるといった声も聞かれ、関係住民の理解を得ていく上で課題も少なくありません。そこで災害リスクの高い区域における居住の抑制に向けて、都市計画制度を活用した本取り組みを本格的に推進していく必要があると考えますが、数多く対象箇所が残っている現状を踏まえ、今後どのように関係住民の理解を得ながら進めていくのか知事に伺います。3点目は、災害に命を守る道路警戒について伺います。私は以前から災害時の道路通行止めに伴う影響で初動対応の遅れや物流寸断による食料や生活用品の不足など県民生活に大きな影響が発生しないよう、多重性代替性の確保の観点から多重型道路ネットワーク、いわゆる命の道の整備が重要であると主張してまいりました。
今年の1月1日に最大震度7を記録した能登半島地震においては、道路の寸断などによって物資輸送や安否確認救助活動が妨げられるという初動対応における課題が多く生じました。同規模の地震が広島県内で発生した場合、同様の状況が生じる可能性が高いと思われます。また8月8日には発生した日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の地震においては、我が国初めて南海トラフ地震臨時情報が発表され、巨大地震への注意が呼びかけられました。幸い現時点で巨大地震は発生していませんが、南海トラフ巨大地震の備えはまさに待ったなしの状況であります。広島県地震被害想定は現在見直しが行われていると伺っておりますが、平成25年の広島県地震被害想定調査報告書によれば、南海トラフ巨大地震は広島県に最大の被害をもたらすと考えられており、県内全市町村で震度5以上の強い揺れや、沿岸部においては最大高さ4メートルの津波といった事象の発生により、人的被害は死者数が約1万5000人、負傷者が2万2000人、避難者はなんと約59万にも上るとのことであります。そのような中、本県では広島県道路警戒計画がこの8月に公表されました。現在土木建設局においては、緊急輸送道路上の橋梁の耐震化や乗り面対策など、災害時における道路ネットワーク強化を計画的に整備推進されております。さらに明日起こるかもわからない南海トラフ巨大地震など、大規模災害発生時における道路の寸断を事前に想定し、災害時に発生した瓦礫や土砂で塞がれた道路の障害物の除去や簡易な段差修正等によって、早急に救助救援ルートを切り開く、いわゆる道路警戒を実施できる体制を構築しておくことも、速やかな救助活動や物資輸送につながることとなり、県民の命を守る観点から重要な取り組みであると考えております。そこで私は、喫緊の対応が必要である巨大地震への頻発激甚化に化する自然災害に備え、大規模災害時に命を守る動力警戒について、県として国や県内市町の道路管理者等の関係機関や警戒作業を実施する地域建設事業者などと連携しながら、どのように取り組んでいられるのか、知事にお伺いをいたします。質問の財産は、本県の児童虐待防止について伺います。令和5年度県内3カ所の県子ども家庭センター、広島市児童相談所における児童虐待相談対応件数は6381件となっており、平成21年度から15年連続で最多を更新しております。また全国的に見ても、児童虐待件数は年々増加の一途をたどっており、虐待により子どもが亡くなる悲惨な事件が後を絶ちません。中国地方でも令和4年に岡山市で6歳の女の子が母親とその交際相手に椅子の上に置いた鍋の上に長時間立たせ、その上十分な食事を与えないなど虐待を受け、最後には自宅で布団に巻かれ意識を失い亡くなるという大変痛ましい事件がありました。このケースは、児童相談所が虐待を把握し、何度も母親と面談し、女の子の一時保護など対応も行ってまいりましたが、幼い命を救うことはできませんでした。その背景には、国の政策で児童相談所の職員は増えたものの、経験の少ない職員が多くなり、児童相談所の対応力が低下していることを指摘する専門家もおられます。虐待による重篤な死亡事例が後を絶たず、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化している
現状を踏まえ、令和4年に児童福祉法が改正され、その一部は今年4月から施行されています。この法改正により、市長に対して全ての子どもや妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う子ども家庭センターの設置に向けた努力義務や支援を必要とする家庭のサポートプランを作成し、包括的な支援を行う義務は課されたほか、子育て世代を訪問し、助言や家事・育児の援助を行う事業など、家庭支援事業の新設・拡充が図られております。そこで本件においては、これまで県子ども家庭センターの体制強化により、虐待防止対策の充実を図ってきたところですが、これまでの取り組みに対する評価や課題をどのように認識されているか、また増加を続ける虐待相談件数や国の法改正の動向を踏まえ、児童虐待防止対策を今後どのように進めていくのか、知事のご所見を伺います。質問の最後は、カキ殻の堆積浄化対策について伺います。日本一の生産量を誇る広島カキにつきましては、引き続き国内外から大きな需要があり、今後も良質なカキを安定して生産していくことが求められております。県内で養殖されるカキはむき身での出荷が大半を占めているため、県全体で年間20万立方メートルもののカキ殻が発生すると推計されております。これまでカキ殻は農業用肥料、養鶏用の飼料としてリサイクルされてまいりましたが、近年は肥料価格の高騰、鳥インフルエンザの発生等の影響によりリサイクル需要が低迷し、カキ殻の堆積場が満杯に近い状態となっているため、カキ生産が止まるような事態になるのではと、昨年は多くのカキ生産者から不安な声が寄せられました。このため県では令和5年9月補正事業により、カキ殻を漁場整備で活用することを目指し、増殖場の試験造成を開始するとともに、生産者団体と連携し、広島市中区江場沖町にカキ殻の一時保管場所を確保して、県内のカキ殻の堆積可能量の増加を図りました。これらの対応により、令和5年度漁期はカキ生産に大きな支障を生ずることもなく、安定した生産が続けられたことは高く評価をしたいと思います。また令和6年度当初予算では5300万円を確保し、海砂採集跡地への活用など漁場の環境改善のカキ殻活用を積極的に検討されているほか、地御前漁協と廿日市ではカキ養殖海域への水質改善するため県の補助を受け、養魚場の海底に粉砕したカキ殻を散布する試験を行うなど、カキ殻の新たな有効活用方法の確立に向けたさまざまな取り組みが進められております。しかしながら、現在県内のカキ殻の堆積可能容量のうち、堆積可能空きポケットは残り 6.6 万立方メートルしかなく、今後の未処理量は毎年6万立方メートル程度出ると見込まれているため、令和6年度漁期以降は堆積場が再び満杯になることが懸念されております。本県の主要漁業であるカキ養殖の維持発展のため、カキ殻の堆積超過により養殖業者の経営に悪影響を及ぼすことなく、安心して生産を行っていただけるよう、カキ殻の保管場所の確保や利活用の促進など、短期的な対策と中長期的な対策の両面から引き続き着実に取り組んでいくことが必要であると思います。そこでカキ堆積超過の課題解決に向けて、令和6年漁期に向けた当面の対策と
余剰となっているカキ殻を減らしていくための抜本的な対策について県としてどのように進めていかれるのか、知事にお伺いをいたします。以上で私の質問は終わります。ご清聴ありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事湯崎英彦君。まず県と市長が連携した DX 推進体制の構築についてのご質問でございます。広島県全体の DX を加速していくためには、県、市長それぞれがデジタル技術に精通し、技術面から企画立案につなぐことができるデジタル人材を確保し、DX 推進体制を整備した上で取り組むことが有効であると認識しております。このため、本県におきましては、県、市長が共同でデジタル人材の確保・育成を行う枠組みとして、令和5年4月に、デジシップ広島を構築したところでございます。令和5年度におきましては、単独でデジタル人材の確保が困難である江田島市、大竹市、大崎上島町など7市町への共同採用した人材の配属、県市長の情報政策の責任者が集まり意見交換を行う CDO フォーラムの開催、県や市長の先進的な DX 施策や好事例などを共有するアプリの導入、県市長の一般行政職員のデジタルリテラシー向上のための研修などを実施したところでございます。こうした取り組みの結果、令和6年度におきましては呉市、庄原市、北広島町など新たに8市町が人材シェア制度に参画し、合計15市町に人材を配属しております。またデジシップ広島の人材シェア制度は国からも高い評価を受けており、国のデジタル社会の実現に向けた重点計画等におきましては、本県の取り組みを参考に令和7年度中に全都道府県で DX 推進体制を構築し、人材プール等の必要な機能を確保できるよう国の支援の強化を図っていくことなどが盛り込まれております。こうした中、県全域における行政 DX のより一層の推進に向けましては、参画市長のさらなる拡大やすでに取り組みに参画している市長への2人目の人材配属など、人材シェア制度の一層の充実が重要であることから、デジタル人材にとって魅力的な就労環境の整備や採用活動の強化により県市長の求める人材の確保を進めてまいりたいと考えております。今後ともデジシップ広島の枠組みに基づき、デジタル人材の配置が核となって、デジタル人材の配属を進めることにより、配属された人材が核となって各市町のデジタル化を牽引することで、県全域の行政 DX を加速できるよう着実に取り組んでまいります。次に、デジタル技術を活用した建設産業の生産性向上についてのご質問でございます。建設産業は地域の経済と雇用を支える不可欠な存在であるとともに、社会資本の整備や維持管理、災害発生時の緊急対応などを担う地域の守り手である一方、人口減少と高齢化の進展により就業者数の減少と高齢化が特に進んでいる業界でございます。このため担い手確保、人材育成のほかに、デジタル技術を活用した生産性向上などを進め、持続可能な建設産業となるよう取り組んでいく必要があると認識しております。
こうしたことから本件におきましては、デジタル技術を最大限に活用し、インフラをより効果的効率的にマネジメントしていくために策定した広島デジフラ構想において、建設分野の生産性向上を目指す姿の一つとして定め、取り組みを進めているところでございます。この取り組みの主なものといたしまして、調査設計段階で3次元モデルを活用し、事業の全体イメージ等を関係者で共有することなどにより効率化を図る SIM 活用業務、施工段階においては測量施工管理の各段階においてデジタル技術を活用し効率化を図る ICT 活用工事などに取り組んでいるところでございます。また広島サンドボックス実証プロジェクトにおきまして、経験の少ないオペレーターでも除雪作業が可能となる運転支援技術の導入、AI を活用した道路面の陥没予測技術の導入など、維持管理段階における取り組みも進めております。さらにこれらの推進にあたりましては、関係者のデジタルリテラシーの向上が重要であることから、県市長職員研修や ICT 活用工事の経験の少ない技術者への普及拡大を目的とした講座の継続的な開催などにも取り組んでおります。これらの成果といたしましては、令和2年度に取り組みを開始し、現在では SIM 活用業務については砂防堰堤や橋梁などの土木構築物の詳細設計業務のうち約3割で実施、また ICT 活用工事につきましては土工や舗装工などの土木工事全体のうち約2割で実施するなど、順調に取り組みを拡大しており、調査設計や施工における効率化につながっているものと考えております。また維持管理段階におきましては、除雪機械に道路上の障害物を表示し接近時にアラートを行う仕組みや、道路面の陥没予測に向け巡視車両に設置したカメラにより効率的に路面正常を把握する仕組みの構築などにより、維持管理の高度化効率化につながっているものと考えております。引き続き建設事業者等と連携して生産性向上の取り組みを推進するとともに、今後は除雪作業の支援技術など実装した技術の市町への導入促進や市町発注工事への ICT 活用工事の導入に向けた伴走型支援に国と連携して取り組むこととしており、これらの取り組みを着実に進め建設産業全体の生産性向上に取り組んでまいります。続きまして児童虐待防止対策についてのご質問でございます。本件では令和2年に策定した広島子どもの未来応援プランにおきまして、特に注力していく分野に児童虐待防止対策を掲げ、社会的な支援の必要性が高い子どもたちの安心安全を確保するため、県子ども家庭センターや市長の体制と専門性の強化などに加え、ネオボラや予防的支援事業構築による虐待の未然防止、早期発見、早期対応など必要な対策を講じてまいりました。具体的には県子ども家庭センターにおきましては、児童福祉士や児童心理士などの計画的な確保育成、東部子ども家庭センター一時保護施設の増改築、一部業務の外部委託や ICT 化の推進による業務の効率化などに取り組んできたほか、市長に対しましてもアドバイザーの派遣や職員への専門研修などを実施してまいりました。またネオボラでは定期的な面談や関係機関との情報連携、子どもの予防的支援構築事業では関係部署の子どもに関するデータを一元化し、 AI によるリスク予測、 AI によるリスク予測を行うことを通して支援が必要な家庭を早期に把握し、速やかに適切な支援につなげております。虐待相談対応件数につきましては年々増加しているものの、施設入所などの親子分離を必要とする事案は増加していないという状況でございまして、近年は死亡事例もゼロが続いており、これまでの取り組みがこうした結果につながっているのではないかと考えております。しかしながら相談内容が多様化複雑化し、高い専門性を要する事例が多くあるほか、全国的には
子どもが死に至る痛ましい事件も起きており、児童虐待は依然として社会全体で取り組んでいかなければならない重要な課題であると認識しております。本件におきましては、増加する児童虐待相談などによりきめ細かに対応するため、令和7年度に県子ども家庭センターの支所を2カ所開設するほか、今年度から施行された改正児童福祉法への対応として、入所措置や一時保護における子どもの意見表明への支援など、子どもの権利擁護の取り組みを拡充することとしております。また市長の子ども家庭センターの設置や施設退所後の自立支援などの新たに取り組むべき課題も含め、今年度策定を進めている次期広島子どもの未来応援プランに、虐待の未然防止から虐待を受けた子どもの自立支援までの総合的な対策を盛り込み、児童虐待防止対策のさらなる充実強化を図ってまいりたいと考えております。次に、カキ殻の堆積超過対策についてでございます。カキ殻の超過対策につきましては、今期の生産に影響を与えないよう一時的な保管場所を確保しつつ、新たな活用策により蓄積したカキ殻を減らしていく中長期的な対策について検討を開始したところでございます。一時保管場所の確保につきましては、現在のカキ殻発生と活用状況から、今期も6万立方メートル程度の超過堆積が予測されるため、江場地区の県有地においてその容量を確保しているところでございますが、実際の発生量や県内6カ所の堆積場の状況を定期的に把握し、それ以上の超過が見込まれる場合には現在の保管場所を拡張できるよう、広島カキ生産対策協議会と調整を進めてまいります。一方、中長期的な対策につきましては、新たな活用に向けて海砂採取跡地の漁場環境改善、カキ養殖場の提出改善、増殖場造成への活用の3つの方法につきまして検討を進めているところでございます。1つ目の海砂採取跡地への活用失礼しました。海砂採取跡地への活用につきましては、水深が深い類似海域での工事現場の情報を収集し、海中への投入の仕方や作業船団の組み合わせなど最適な手法を整理するとともに、その工事にかかる概算費用を算定し、実現可能性を探ってまいります。2つ目の夏季養殖場への活用につきましては、現地での比較試験や専門家のご意見を踏まえまして、投入するカキ殻の最適なサイズについて検討を進めるとともに、漁船を使った実証を通じてより簡便な投入方法を確立し、漁業者自らが実施可能なガイドラインを策定してまいります。3つ目の増殖場造成への活用につきましては、公共工事の実施設計に必要となる基準を設定するため、昨年度江田島市で試験造成した増殖場において餌となる生物に有効なカキ殻の量や波浪などに対する安定性の調査を進めており、今後の県営工事での採用につなげてまいりたいと考えております。さらには漁場以外での活用につきましても、さまざまな企業から相談や提案を受けており、コンクリート資材に利用する事例も出てきていることから、こうした新たな製品開発による活用も視野に入れ、課題解決を図ってまいりたいと考えております。県といたしましては、カキ殻超過堆積の解消により効果的な活用策を最優先して採用し、速やかに実行に移すとともに、さまざまな利用の可能性を継続して追求することにより、日本一の生産量を誇る広島カキの持続的な生産につなげてまいります。その他のご質問につきましては、担当説明により答弁させていただきます。危機管理官尾崎哲也君。
防災教育のさらなる充実についてお答えいたします。子どもたちが自分たち自らの判断で自然災害の危険性を予測し早期に避難するとともに家族に対しても避難行動を促すなど災害時に主体的に判断し適切な行動ができる能力を育成するため防災教育は極めて重要であると認識しております。このため令和3年度から小学校等を対象に自主防災組織や広島地方気象台などの関係機関と連携した防災出前講座を実施し防災教育を推進しているところでございます。この防災出前講座におきましてはマイタイムラインの作成方法を学べるほか非常持ち出し品について学べる防災シミュレーションゲームや地域のハザードマップを使った演習災害を疑似体験できる VR の視聴など子どもたちが前向きに防災に取り組み災害を自分事として捉え防災教育の実効性を高めるためのさまざまな工夫を凝らしております。さらに本年1月に発生した能登半島地震を踏まえ地震津波に関する講座を追加するなど内容の見直しや充実にも努めております。こうした小学校等での取り組みを切れ目なくつなげ防災意識のさらなる定着を図るため中学校向けの防災 e ラーニング教材を県教育委員会と連携して制作するとともに防災教材としては全国で初めて文部科学省が開発したオンライン学習のプラットフォームに搭載し今年度から展開をしております。この教材につきましても大雨警報が発生された場合の適切な行動や避難所での共同生活の際に自分が取るべき行動を考える演習を通じて自助や共助について学習できるよう工夫しております。今後は市長教育委員会等とも連携し各中学校の防災担当者に対する個別説明などのきめ細やかな対応により教材のさらなる活用促進に取り組んでまいります。引き続き自然災害の危険が迫った際に子どもたちが主体的に判断し適切な行動が取ることをできるよう効果的で実効性の高い防災教育を推進してまいります。都市建築技術審議官藤田志郎君。災害リスクの高い区域の居住抑制についてお答えいたします。近年の激甚化頻発化する豪雨災害への対応といたしましてこれまでのハードソフト対策の強化に加えまして災害リスクの高い区域における住宅などの土地利用を抑制し災害リスクの低い区域へ居住を誘導していくことが重要であると考えております。このため本県におきましては全国に先駆けて市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する逆線引きにつきまして市街化区域を有する県内13市町と連携しながら推進しているところでございます。まずは先行的な取り組み箇所として住宅などの新築を抑制し都市的土地利用の広がりを防ぐ観点から市街化区域の沿辺部つまり市街化区域の周辺部のうち産地や農地等の低未利用地を対象に推進しておりまして約500箇所の都市計画変更手続きを本年度末に完了する予定でございます。今後の進め方につきましては逆線引きの候補箇所が約1万箇所と多数あることから今回の先行取り組みで出された意見得られたノウハウ効果などを踏まえながら市長とも検討を進めているところでございまして来年度以降も速やかにこの取り組みが進められますよう本年度中には取りまとめを行いたいと考えております。また取り組みを進めるにあたりましては引き続き市長と連携して地域の皆様や土地所有者等の方々に対してこの逆線引きによる生活への影響土地利用の危険性などについて丁寧に説明しより一層のご理解を得ながら進めていく必要があると考えております。
こうした点にも留意しながら逆線引きに取り組むことにより、県民の皆様が安全で安心して暮らすことのできる持続可能なまちづくりを推進してまいります。土木建築局長、上田隆弘君。災害時に命を守る道路警戒についてお答えいたします。南海トラフ地震などの大規模地震災害発生時におきまして、救助・援助を円滑に行うためには命を守る道路警戒を迅速かつ効率的に実施することが重要であると認識しております。このため防災拠点への警戒ルートや必要な資材量などをあらかじめ定めた広島県道路警戒計画を策定し、本年8月に公表したところでございます。大規模地震災害発生時の道路警戒は初動対応の要であり、確実に実施する必要があるため、地震発生後72時間以内に実施すべきタイムライン、警戒ルートごとの警戒実施者の割り当てなどについて定めた上で、国や市町など各道路管理者や建設業者などの警戒実施者のそれぞれの役割や具体の手順を明確化し取り組むこととしております。またこの警戒計画につきましては、関係機関への継続的な周知を図るとともに、災害発災直後の情報伝達から道路警戒作業までの一連の流れを確認するための災害対応訓練を実施することにより、計画の実効性をより高めてまいります。今後も広島県地震被害想定の見直しの結果や頻発化激甚化する自然災害などを踏まえ、随時計画の見直しを行うとともに、引き続き関係機関と連携を密にし、確実な道路警戒が実施できるよう取り組んでまいります。これをもって質問を終結いたします。